全気を司る精霊はターフィリマティアで、彼はランギヌイとパパトアヌクの子供たちのうち、両親を引き離すことを望まなかった唯一の子供でした。ターフィリマティアは父親と一緒にいるために天に昇り、数々の子供たちを産み、ランギヌイと共に他の兄弟たちへの復讐を計画しました。ターフィリマティアはまず森の神タネ・マフタを襲いました。タネ・マフタは天を下から支え、ランギとパパを引き離したからです。タネの領土の力強い木々はターフィリマティアにより真っ二つに折られ、地面に転がりました。その後、ターフィリマティアは海の神タンガロアを襲いました。これにより波は山と同じほどの高さまで吹き荒れました。同時にターフィリマティアは恐ろしい雨ウアヌイ、長く続く雨ウアロア、激しい雹の嵐ウアファトゥも荒れ狂うままにさせました。彼らの子供たちは霧のハウマランギと梅雨のホーマロトロトとトマイランギです。最後にターフィリマティアは戦と人間の神のトゥーマタウェンガを襲いました。この二人の間では勝敗がつかなかったため、ターフィリマティアは今でも嵐や暴風雨で攻撃を続けているのです。